そのクマ、前回よりもひどくなってるみたいだけど、大丈夫かい？ハーベ先輩、ご心配ありがとうございます。ここ数日、ちょっと眠れなくて、寝なきゃダメって自分を催促しても、頭の中には試合のことばっかり浮かんできちゃって、気がついたら朝になってました。わかるよ。設計図に苦しめられている時の僕もそんな感じだ。河辺先輩はそういう時、何かいい解決法がありますか？正直ないね。というか、物事の大半にはすぐ効くような解決法なんかないんだ。ただ我慢し続ける。それか、終わるまで何とか持ちこたえるしかない。病気みたいなものかな。症状に合った薬を出せない時もあるから、そんな時は自然に治るまで待つしかない。何に悩んでいるのかは知らないけど、あなたは強い焦燥感とプレッシャーに苛まれてるように感じる。でも、もうすぐ試合が始まるよ。元気出して。はい。試合、お互い頑張りましょうね。全員集まったようだな。これから第2ラウンドの試合内容を発表する。このアール村付近のエリアに地脈干渉器を3台埋めた。この機械は地脈の乱れをシミュレートできるもので、常にエリア一帯の環境に干渉する。君たちの目標はそれを停止させることだ。最初に試合目標を達成できた3人は、機械を止めるのが早かった順にそれぞれ4ポイント、3ポイント、2ポイントを獲得できる。強調しておきたいのは、一人が持っていける水と食料の量は決まっているということだ。また、試合エリアから離れた場合、本ラウンドを棄権したとみなされる。後輩、どうじゃ？今回も協力せぬか？前のラウンドでの働きに免じて、先に点数を取らせてやってもよいぞ。先輩、今回は必要ありません。この辺りには何度も来たことがあるし、機械は僕の得意分野ですから。地脈干渉器を見つけるなんて僕にとっては造作もない。よかろ、若者が自信を持つのは良いことじゃ。わしもここいらには詳しいからな。どちらが先に機械を見つけられるか見ものじゃな。じゃがわしら以外にも有力な優勝候補が一人いる。気をつけんと。有力な優勝候補、誰だ？ほれ、見えるじゃろ、ティナリのやつじゃよ。前回はやつが1位を取ったじゃろ。もし今回もまたやつが最初に機械を止めるなどということがあれば、もう学院トーナメントは終了宣言を出してもいいくらいじゃろ。お前たちは少し前にアビディアの森の地脈漏出問題を解決したと聞いておる。今回も機械が模擬した地脈の乱れなんじゃ。奴にとっては慣れたもんじゃろ。そうだな。そう言われてみると、確かにティナリが優勝する可能性は高そうだぞ。あいつにはもうホレイのような良き弟子がいるのじゃ。その上優勝まで取られたら、後輩ばかりがいいとこ取りではないか。先輩としてこのような不公平な状況は止めねばならん。わしは先に行くぞ。僕も行くよ。じゃあまた。平気か？今はまだ平気。まあやってみるしかないね。水、これだけなの？ごめんなさい、試合のルールなの。このラウンド、機械を止めるスピードを競い合わせるように見せかけて、実は劣悪な環境での生存能力も見てるんだ。やっぱり私が予想してたのよりはるかに難しい。即戦即決で機械を見つけるか、体力を温存してチャンスを待つしかないか。わかった。
私も砂漠に行ってくるよ。ありがとう。うんうん、安全に気をつけてね。よし、みんなもう出発したな。今回はまず誰のところに行こうかな。そうだ、ファルザンのやつ、ティナリが今回の優勝候補だって言ってたよな。まずはティナリを探しに行こうぜ。状況を避けるために水を大量に用意するんだけど、今回の水はすぐに飲み切っちゃった上に血脈の乱れのせいで頭がクラクラし始めて、そういえば実は僕の祖先のワルカシュナは砂漠から来た種族なんだよ。でも種族の移動というのは往々にして元いた環境への適応能力を失わせてしまう。今はそんなことを言ってる場合かよ。早く水を探さないと。人というのは本当に脆くて弱いね。血肉でできた体は外の環境の急激な変化にも対応できないんだから。ほら、彼に飲ませなよ。この水は普通の水だよな。おい、もう行くのか。あいつって何考えてるのか本当にわからないよな。とにかく今はティナリに水をやらないと。ありがとう、ちょっとマシになった気がする。助けたのはオイラたちだけじゃないぞ。実はさっき、やっと見つけた。おせんの、お前も来たのか。少し心配だったから来てみたんだ。まだ続けられそうか。尻尾の毛がもうパサパサ。これ以上無理して続ける必要もないかな。やっぱりこのラウンドには向いてなかったみたいだ。それなら R 村に戻って早めに休んだ方がいい。ティナリは棄権するつもりなのか。うん、第一ラウンドの点数があるからね。第二ラウンドで全く収穫がなくても次のラウンドで逆転できるチャンスはまだある。今諦めれば次のラウンドのために体力を温存できるしね。このまま賢明だ。俺たちが送ってやる。いいよ、一人で戻れるから。気にするなって。オイラたちに遠慮はなしだぞ。行くぞ、アール村へ出発だ。
ちょうど日陰がある。少し休めるな。君たちの言う通りにするよ。きなり先輩、それに旅人とパイモン、レイナもここにいたのか。うん、日差しが強すぎるからここでしばらく隠れてるの。もしかして先輩たちはもうすでに試合の目標をクリアしたんですか？そんなに僕はすごくないよ。棄権するつもりでセノと旅人にアール村まで送ってもらってるところなんだ。危険？そんなこともできるんですか？ルール上は問題なかったはずだよ。試合の範囲から離れれば危険とみなすってアルハイゼンも言ってたし。始まる前に大丈夫かと聞いただろう。その時に危険していればこんな目に遭うこともなかっただろうに。とりあえずはやってみないと。やってみてできないって分かった時に初めて諦めたって遅くはないだろ。戻ったら絶対に日焼け止めオイルを何種類か作るよ。次に砂漠に来ることがあればやっぱりちゃんと事前準備しておかないと。そういえばレイラ選手だったよね。君もあまり体調が良くなさそうだけど大丈夫？砂漠に入ったばかりの時はちょっとめまいがしてたんですが、ここでちょっと休んでだいぶ良くなりました。無理するなよ。心配しないで。私はただプレッシャーを感じるのか。え、瀬野先輩にはわかるんですか？罪人が尋問されている途中、お前と似たような表情を見せることがある。正直今でも一体全体自分のどこにメイロン派の代表になる資格があるのかわからないんです。みんなが私に票を入れたのはほとんど噂が理由だと思います。でも私からしたら噂なんてすごくふわっとしたものだし、むしろその期待に戸惑ってしまうんです。今回は普段からよく私を批判してる人までが私に票を入れてくれました。だから私も何とかして報いないとって思って。その期待が君にプレッシャーをかけたの？はい。ティナリ先輩も投票で選ばれたって聞きました。先輩はどうやってそのプレッシャーに対抗してるんですか？正直プレッシャーは特にないかな。まず君にかけられた期待は必ずしも善意だとは限らない。本当に君のことを思ってる人は君に無理なんてしてほしくないと思うよ。それから僕たちは学者だ。学者の本分は知識と関わることであって他人の期待に応えることじゃない。僕が試合に来たのも来月ガンダルバー村で開催される生態学普及講座の宣伝のためなんだ。もちろん試合では自分の全力を尽くすつもりだけど、目的以外のプレッシャーをあえて感じるつもりはないかな。君は何か明確な目標を一つ見つけた方がいいと思うよ。それで少しは良くなるんじゃない？なるほど、よくわかりました。ありがとうございます、きなり先輩。いっぱい喋って喉がまたカラカラになっちゃった。俺の水道にまだ少し残っている。いいって、もうアール村まで相当遠くないし自分で歩いていける。君は限定カードが欲しいんだろ。早く戻って試合を続けて。安心しろ、俺はお前の意志を背負って戦い続けてやる。僕が死んだみたいに言わないでくれる？旅人、パイモン、それとレイラ、
先に行くよ。試合が終わったらまた会おう。俺も引き続き地脈干渉器を探しに行ってくる。レイラ、良くなったか？うん、きなり先輩と話してだいぶ良くなった。故郷から教練院へ来て結構経つ。ここでの毎日は本当に大切で、もちろんちょっと大変でもあるけど、複雑で多彩な聖書を模型、数えきれないほどの小テスト、知恵を振り絞ってやっとの思いで終わらせる論文、巨大な石が一つまた一つと転がってきて、ずっと前に前に走るようにってせかしてくるみたいで、学院代表に選ばれた時、後ろにある巨大な石がもう一つ増えた気がしたの。毎回目を閉じると思っちゃうんだ。もし今回やらかしちゃったら、絶対たくさんの人を失望させちゃうんだろうなって。多分ティナリ先輩も私にそう言いたかったんだと思う。あなたたちは危険するティナリ先輩を止めたりしないし、私に失望したりもしない。だって友達だから。そうだぞ。だからレイラも憂鬱になるなよ。うん、ティナリ先輩はより明確な参加目標を持てって言ってくれた。今の私にはまだないけど、しっかり考えておくよ。もうこれ以上二人の時間を取らないでおくね。他の参加者のことも記録しないとでしょ。私たちがこうして話している間にもどこかで進展があったかもしれないし。じゃあオイラたちは他の参加者のところへ行ってくるぜ。でも誰を探しに行こうかな。ティナリはもう棄権しちゃったし、セノはさっき会ったばっかだろ。ファルザン先輩のところに行ってみたら。ファルザン先輩は砂漠に結構詳しいって聞いたし、進捗も早そう。よし、じゃあまずはファルザンを探しに行くぜ。ここを下へ掘り進めようと思っておったところじゃ。もう地脈干渉器を見つけたのか。この程度の問題でわしがつまずくはずなかろう。砂漠に入ってすぐあるプライマル構造体の行動軌跡がおかしいと気づいたんじゃ。それで後をつけてきた。じゃがこの辺りに着いたらいきなり消えおった。すなわちここに絶対問題があるということじゃろ。さすがファルザンだな。こんなに早く方法を思いつくなんて。ま、わしは皆よりも経験豊富じゃからな。それはさておき、誰か試合の目標を達成した者はおるのか。まだいないぞ。ではわしが一番乗りじゃな。ティナリのやつはどうしておった？はあ？なぜじゃ？あいつ、砂漠で動くのが苦手なんだ。あやつにそんな弱点があったとはな。もっと鍛えてやらんと。他のものはどうなんじゃ？ルタワヒストのガキンチョはまだ悩んでおるのか？ティナリがあいつに話をしたんだ。それでレイラは納得して、だいぶ良くなったみたいだぞ。セノはさっき出発して干渉器を探し始めたところだ。カサッチはあいつが
何を考えているのかオイラたちもわからないぞ。カーベはまだ地脈干渉器を見つけておらぬのか。まだだと思うぞ。見つけたらオイラたちのアラートデバイスが鳴るはずだからな。ハンマー、何をあやつはもたもたしておるんじゃ。あやつの実力を思えばこれほど経っても何の知らせもないのは変じゃな。わしの方はもうさほど懸念はない。あやつのところへ行ってくるといい。全部やっただろ。泣いたって無駄だぞ。ないものはない。もう僕が持ってるのは残り半分になった水筒の水だけだ。これはあげられない。水がなくちゃ砂漠では何もできない。これから僕は探し物をしに行かないといけないんだ。メラック、こいつらを止めてくれ。イライラするよ。砂漠はまだいくらも進んでない頃からこいつらにつきまとわれてるんだ。なぜだか知らないけどこいつら試合エリアから離れなくて、その上地脈干渉器のせいで混乱してるみたいなんだ。僕を見るなりつきまとってきて、僕からなけなしの食料を騙し取っていったんだ。僕の工具箱でメラックって言うんだ。工具箱？なんか先端技術っぽい見た目だけど。いや、オイラの言ってることはわかるか？ほら、僕って外出するとき何かと持ち物が多いだろう。実用性のある持ち運び可能な工具箱を持っておくに越したことはないからね。でもそいつ普通の工具箱には見えないぞ。話せば長くなる。前に砂漠で仕事をしてた時、あるキャラバンに出会ったんだ。彼らが墓から掘り出した機械のコアだっていう宝物を持っていてね。そのコアはどう見てもキングデシェレト文明のものだった。キングデシェレトの技術の由来は未だに判明してないし、ミョーロン派内部でもいろんな説があるんだ。僕たちの現在の理論ではまだそれらの謎を解明できていない。それでこんなに完全なパーツを見られたのも何かの縁だと思って、有金を全部はたいて買ったんだ。少し前手ぶらで持ち歩けるオート工具箱が欲しくなってさ、ちょうど手元にそのパーツがあったから、それをコアにメラックを作ったんだ。複雑な命令は理解できないけど僕の助手をしてくれる。僕の代わりに測量とかの仕事をしてくれたりとかね。一番重要なのは口が聞けないこと。
グダグダ言って僕を腹立たせることもない。そういえば、こないだはアルハイゼンの家に住んでるってこと、隠すのを手伝ってくれてありがとう。ひひひ、あの時は悪かったんだ。こんな生活がさっさと終わればいいのに。そしたら僕の人生だって正しい軌道に戻るはずだ。いつからか生活がどんどん悪くなっていったんだ。母さんがフォンテーヌで再婚しちゃった頃、それが図書館でアルハイゼンに話しかけた頃から、いや、それがアルカサル・ザライパレスのせいで僕の財布が空っぽになって未だに借金の返済が終わらないせいかな。いつになったら終わるっていうんだ。よく考えてみたら、お前たちも僕と一緒で運が悪かったよな。地脈の乱れた場所に閉じ込められてしまったのもとんだ災難なわけだし。よし、まずお前たちをここから送り出してやろう。でも神戸も地脈干渉器を探さないといけないだろう。それはそうだけど、こいつらをほっとくわけにもいかないだろう。とりあえずそんなことを考えるのをやめにしよう。頭痛くなってくる。まずこいつらを送り出してから地脈干渉器を探しに行く。世間話をする時間はもうない。先に行く。神戸のやつって矛盾してるよな。あんなに優勝賞金を欲しがってるのに、助けたい相手は放っておけないんだな。前に会った時から思ってたんだけど、あいつって苦境に陥りやすいたちなんだよな。オイラもこんなこと言いたくないけど、ああいう性格のやつって弱点が多すぎるから人に付け狙われるんだ。お、誰かが目標を達成したみたいだぞ。オイラも気になるぞ。アルハイゼンのところに聞きに行こうぜ。出身だ。地脈に関する知識なら熟知している。地脈干渉器を見つけることくらいそう難しくもない。旅人とパイモンもついたことなので、セノさん、感想を聞かせてもらえますか。感想か。俺の友人が試合の途中で倒れてしまった。だからこそ俺は絶対に負けられなかった。過去の絆は新たな未来を作り出し、友情の証は俺たちをつないでくれる。この瞬間の俺は誰にも負けない。これは俺の大好きな作品「召喚王」の中のセリフだが、まさに俺の今の心境だ。ティナリがこの場にいなくてよかったぞ。じゃなきゃあいつの頭を叩いてただろ。気がつけばもうじき夜だね。選手たちの水と食料は底を尽きる頃、試合もだんだん厳しくなってきそう。似たようなシーンが召喚王にもあったな。王道の展開だ。アルハイゼンさんは何か感想はある？召喚王に対する感想なんかない。どう考えたってニーロはそんなこと聞いてないだろ。夜の砂漠は昼よりも危険だな。試合もそろそろ終盤だろ。もう残っているのはファルサンとレイラ、カーベンだけだ。次は
誰が地脈干渉器を見つけてくるかな。あれ、もう3人しか残ってないのか。ティナリは棄権しただろ、セノはクリアしたし、あ、そうだ、カサッチはどうしたんだ。少し前に棄権した。あいつ一体何を考えてるんだ。でもアルハイゼンの言う通り、試合もそろそろ終わりだよな。他の参加者が何をしてるか見に行こうぜ。思ったんだけど、あなたたちもかなりの距離を来てるでしょ。大変じゃない。そうなの。すごいね、夜の砂漠は冷えるね。風は砂混じりだし、顔に当たるとちょっと痛い。誰か試合の目標を達成した？セノが一つ目の地脈干渉器を止めたぞ。お前は何か新しい発見はあったか？試合エリアに沿って一周してきたけど、地脈干渉器は見つけられなかった。だけど、とても大事なことが分かったの。メーロン派の同級生は確かにいろんな理由で私を学院代表に選んだと思う。私を笑い者にしようって人もいっぱいいるだろうしね。けど本当に私に期待を持ってくれてる人もいっぱいいると思うんだ。みんなの期待に応えたいし、私の名前を書いたこと後悔してもらいたくない。あれ、もうプレッシャーには感じてないのか。プレッシャーならもちろん感じてるよ。ただ今の私にとってそれはもうやらなきゃいけないことじゃなくて、私のしたいことなの。言葉にしちゃうとそう大きく変わったようには聞こえないかもしれないけど、もうリラックスできてるから心配しないで。そうだったのか、よかったな。それでやっとリラックスできたからか、なんだかとても眠くなってきた。少し寝るね。少しだけ。はあ、あれ、まだ試合は終わってなかったのね。この子ったら緊張しすぎじゃない。あ、お前は久しぶり。私も外の空気は久々なの。出てきたからには試合をクリアしてあげないとね。試合の目標は何だっけ。地脈干渉器を探すこと。どれどれ。もう情報はほとんど集められてるから、この子のために最後の締めをしてあげようかな。旅人パイモン、私についてきて。君たち、こう感じたことはない？星々には奇跡があって、地脈も地脈自体の規則に沿って流れていく。高いところから見下ろしてみると、地脈は大気に映し出される星々みたいだと思わない？
べての星の変化を直接観測できるわけじゃないから、些細なところから導き出した推論も結構多い。地脈も同じよ。地下に隠れている部分は元素や音なんかの手がかりをもとに識別できる。その上、今はすでに機械を止めた人が出てるから、前後の変化を見比べればより多くの情報を推測できる。どれどれ、ここら辺かな。これでしょ。今止めたから、ここ一帯の地脈は通常に戻ったはずよ。すごい。さっきも言ったでしょ、これは私の功績じゃない。私はただ最後の締めを担当しただけ。もう少ししたらあの子も目覚めるはずよ。しばらく戸惑った末に地脈干渉器を止めたって報告しに行くでしょうね。君たちはもう少しここにいる？それとも他の参加者を見に行くの？アラートデバイスを確認してみるか。あれ、カーベとファルザンが同じ場所に向かってるみたいだぞ。多分最後の1台を見つけたんでしょう。そういえばカーベ先輩って本当に面白い人よね。え、なんでそう思うんだ。第2ラウンドの試合が始まる前、もう一人の私がカーベ先輩と話したの。そしたらね、悩みは病気みたいなもので、いつも症状に合った薬を出せるとは限らないから、時には自然に治るのを待つしかないって。でも私からしてみたら、あの人の抱えてる問題の方が、もう一人の私よりよっぽど深刻よ。あの時、もう一人の私は、ただ自分のやりたいことが見つけられてなかったから、悩んで迷ってただけ。でも、カーベ先輩にはやりたいことがある。賞金をゲットしなきゃって分かってるはずなのに矛盾した行動をする。二人目の人格なんてないはずなのに、自分自身との折り合いが全然つかないみたいにね。ああいう感じ、うまく説明できないけど、笑ってるように見えるのに心は楽しんでなくて、むしろ悲しんでるみたいな。でもポジティブに考えてみれば、もしかしたら彼の方が私よりも経験豊富だからこそ、こういう問題に対処できるかもしれないわよね。あ、直接現場に行って記録するのよね。君たちにとってはそれがこのラウンドの締めになるはずよ。うん、じゃあオイラたちは先に行くな。お前が言ったことも覚えておくぜ。カーベとファルザン、試合前は自信満々だったのに。でもあの二人、どっちが早いと思う？早く行ってみようぜ。この辺りにあるはずじゃ。やっと見つけた。カーベ、お前まさか。ファルザン先輩、先輩はもう試合を達成できてると思ってた。ファルザン、カーベ。あ、レイラが試合目標を達成したみたいだぞ。まさか、ファルザン先輩と同時に地脈干渉器を見つけることになってしまうと。他の参加者はどうしてる？ティナリとカサッチは棄権して、セノとレイラはもう達成してる。あとはお前ら二人だけだぞ。あれ、おかしいな。ファルザンはもうずいぶん前から掘ってなかったか？
うむ。それがずっと掘り進んでいったら地脈干渉器を掘り当てるどころかある遺跡の中に入ってしまったのじゃ。結構深い場所に落ちてな。中は真っ暗でわしはだいぶ時間をかけてギミックを解いて地上に戻ってきたのじゃ。なんだかそれはそれですごいような。こんな短い時間で他の人なら1週間もかかるような道を進み切るなんて、さすが先輩。お前はなぜこれほど遅かったのじゃ。途中でたくさんのコサックキズネに遭遇したんで、そいつらを試合エリアから連れ出してたんですよ。戻った時には喉がカラカラで急に目の前が真っ暗になって、多分暑さに当てられて気絶してしまったんでしょう。寝が覚めたらもう夜になってたので、最後の体力を振り絞ってここまでたどり着きました。本当に変な理由じゃな。お前本当に大丈夫なのか。砂漠で一人倒れるなど聞いているだけで危なっかしいぞ。砂漠に詳しいと豪語する割に、問題にあった時にはそのような解決法を取るなど、いささかその天才の名にふさわしくないのではないか。確かに少し問題はあったかもしれません。でも天才かどうかなんて関係ない、僕自身の選択ですから。やり方は確かに妥当ではなかった。どうも気が晴れないんだ。心にうっすらと罪悪感を抱え込んでいるようで。だから、最近の若者は揃いも揃って変な奴らじゃな。本題に戻ろう。どうやらわしらはどちらも最後の地脈干渉器がここにあると確信しておるようじゃな。とりあえずそいつを掘り出そう。やはりこいつじゃったな。わしたちの考えていた通りじゃった。じゃが今回はどうする。後輩どうした。ほっとした様子で。いえ、ただこのラウンドがやっと終わったなと思って。これでも僕たちと無関係な動物が危険に巻き込まれずに済むはず。ポイントは後でもう一回くじを引きましょう。他にいい方法もないし。よし、じゃあとりあえずアール村に戻ろうぜ。お前ら二人ともまずは水と休憩がいりそうだからな。水を飲みに行った。すぐ戻ってくる。先輩とほぼ同時に見つけたから、またくじを引きたいんだ。君は物事にはまりやすいな。今回はくじ引きか。はまってなくない。僕が好き好んで不運な目に遭っているみたいに言うな。そうか。では言い方を変えよう。君はくじ引きと妙な縁があるな。くじ引き用の箱と紙を用意してくるね。二人ともちょっと待ってて。うむ、またくじ引きか。わしの運を見せてやろう。当たったぞ。見てか、今回は僕の当たりだ。おめでとう、カーベさん。カーベも運が良くなったな。本当に大変だった。
砂漠であれだけ苦労したのが報われたな。今回の点数はお前のものじゃ。今回第2ラウンドの試合の目標を達成したのはセノさん、レイラさん、カーベさんの3人でした。現在の順位を計算してみますね。セノさんとレイラさんは4ポイントずつ所持しているので同点で1位です。あとは順番にティナリさん、ファルザンさん、カーベさん、カサッチさんとなります。次は最終ラウンドです。それまでに皆さんしっかり休んでくださいね。学院フェスのブースに新しい遊びが出てきたと聞いています。興味のある人はぜひ行ってみてください。じゃあみんな次のラウンドでね。